大会竹屋の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹屋内科クリニック、河原と高の診療所、院長内会竹屋と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分、20分程度で配信しています。また毎朝5時50半からライブやっていて、公開のマシロクや皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、えー、っと、毎週月曜日はですね、ちょっと面白い掘り出し資料をご紹介する日に、 なりつつありますけれども、今日もですね、ちょっと面白いのをご紹介させていただきたいと思います。というのは、ちょっと週末にですね、ちょっと私とある勉強をしておりまして、その中で、えー、日本老年医学会っていう学会があるんですけれども、そこと、えっ、ー、と、全国老人保健施設協会っていうところがですね、合同で、えー、2021年ですね、だからおととしの、えっ、ー、と、7月かな、 に、声明を出してたんですね、えー。あ、6月か。6月に声明を出してまして、それをね、ご紹介したいと思います。ちょっとね、えっ、ー、と、X の投稿の方は直接 PDF を貼ってしまってるんですけどこれ学会のホームページに行くとですね、そのステートメントっていうの,の中に、えー、一つが、この、介護施設内での転倒に関するステートメントっていう、まあ、その、本ちゃんというか、まあ、本物の方ですね。本物っていうか、あの、 はい。ほっと。あともう一つ、そのステートメントを国民の皆様に知っていただくための国民の皆様へのメッセージっていうやつですね。この二つが PDF としてアップされていて、その中の国民の皆様へのメッセージの方を今日は取り上げたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、これ何かというと、まあ、あの、まあ、皆さんよくご存知だと思いますけれども、えっ、ー、と、まあ、最近裁判とかでもですね、その高齢者の転倒の裁判って、 ちょこちょこ見かけるじゃないですかって。えっ、ー、と、まあ、ちょっとそれがきっかけになってるかどうかわからないんですけども、やっぱり、その、まあ、これ介護施設ってタイトルはなってますけれども、まあ、医療現場でもですね、やっぱり高齢者のね、転倒とか、あと転落ですね、ベッドからの転落とかっていうのはね、まあ、あの、もちろんね、あの、あってはいけないんですけれども、ゼロにもできないんですよね。だからこれはね、あの、まあ、我々医療者だけではなくって、広く国民の方に知っていただく、 必要性があるかなと思って、まあ、こういう声明がね、出されてるんだろうと思います。なので、ちょっとそれをね、一緒に読んでいきたいな、というふうに思います。で、この、えっと、ステートメントの方はね、結構なページ数あるんですけれども、この国民の皆様へのメッセージの方ですね、これは16ページになっているので、まあ、さっと見ていただけたらと思うんですけれども、まあ、大きくはね、4つのステートメント、まあ、いわゆる声明ですね、えー、からなっているっていう感じですね。で、これ、まあ、目次がありますけど、まあ、目次すっ飛ばしていただいて、 目次前書きはして、えー、っと、その早速、ステートメントのところに行っていただけたらと思うんですけれども、えー、っと、PDF で言うと2ページから3ページ目にかけてですね、はい。これをちょっと今、あ順番に読んでいきたいと思います。まずは、ステートメントの1。これがね、一番大事かなと思うんですけれども、 えー、転倒すべてが過失による事故ではないっていうことですね。で、まあ、ただし書きとしてですね、転倒リスクが高い入所者については、転倒予防策を実施していても、一定の確率で転倒が発生する。転倒の結果として骨折や外傷が生じたとしても、必ずしも医療、介護現場の過失による事故と位置づけられないっていうことで、 まあ我々としてはね、非常にありがたいステートメントかなというふうに思いますけど、これね、本当にそうなんですね。なんか、えっと、それこそ裁判の事例でですね、その、まあ、転倒のことが予見できたみたいなので、過失の責任を問われるっていうケースがね、まあ、あここ数年もありましたけれども、 まあそれ予見はね、できるんですね。予見できるけれども、完全には予防できないっていうのがね、転倒とか転落なんですね。で、まあ、あの、ちょっとこの後のステートメントにも出てきますけれども、まあ我々的にはね、すごいね、すごい色々対策は取ってるんですけれども、まあそれでもね、えー、やっぱりその対策の穴をくぐり抜けてというか、やっぱりあの人がやることですからね。えー、っと、それで完璧な対応っていうのはできないんですよね。 はい。っていう感じで。えっ、ー、と、まあ、さらにその中にね、ちょっと正し書きがいろいろ書いてありますけれども、えっ、ー、と、当面は現在行っている対策を継続することになります。っていうことで。はい。 っていう感じですね。で、まあ、あの、その転倒自体はね、ゼロにできないんですけれども、転倒予防に活かすための体制を作るのは大事ですっていうことが書いてあって、これはもう全くおっしゃる通りかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、医療現場でもですね、まあ、ちょっとこの後にも出てきますけれども、必ずね、えっ、ー、と、患者さんが入院してきた場合には、その転倒とか転落のアセスメントっていうのをやるんですよね。 で、まあ、それで、えー、転倒とか転落のリスクが高い方に関しては、それ相応の対応をするんですけれども、ただ、やっぱりね、えっ、ー、と、特に、まあ、日中とかね、比較的人が多いんであれなんですけど、夜間とかですね、夜間とか、あの、看護師さんとか看護保持者含めて3人でね、えー、病棟40人とか全員見るっていうことになるので、あの、まあ、あの、すべての方をね、えー、み、あの、見ておくっていうのは、まあ、難しいですよね。はい、いくらその、例えば、 え、利小センサーとかですね。えっ、ー、と、マットとかを用いたりとかですね。あと、まあ今病院によってはですね、そのカメラをね、えー、つけてる病院とかもあったりしますけれども、まあそれでもね、結局、ね、見てるだけなんで、その行くまでの間に転倒とか転落が発生したらっていうのとかもありますので、まあ、やっぱりね、これゼロにはできないっていうのはありますね。はい。 はい。で、ステートメントの2位ですね。えっ、ー、と、ケアやリハビリテーションは原則として継続する。これもね、すごい大事ですよね。えっ、ー、と、その、正し書きとして、えー、入所者の生活機能を維持、改善するためのケアやリハビリテーションは、それをてもらって活動性が高まることで、転倒リスクを高める可能性もある。しかし、多くの場合は、生活機能維持、 改善によって生活の質の維持、向上が期待されることから原則,した原則として継続する必要があるっていうことで、まあこれも本当におっしゃる通りですっていう感じですよね。あの、特に私自身は以前の病院、あの、回復期リハビリテーション病棟っていうのがあったんで、あの、もう積極的に、その高齢者の、例えば手術後とかですね、あとは脳梗塞 脳出血後とか、あと、肺をですね、その、まあなんか、えー、まあコロナ後とかでもいいですし、まあ尿路感染後とか脱水とかですね、その後の体力が低下した後の、まあリハビリを担当する施設で勤務してるんですけれども、まあそこでね、あの、リハビリやらなかったら、どんどん逆にね、体力落ちてしまうんですよね。だから、まあもちろんそのケアとかリハビリをやること自体は、転倒リスクの、お向上というか、まあそのう、動いてしまいますかね、動くことで、 あの、転倒リスクが高まるんですけれども、でもそれをやらなくって、じゃあベッド上にね、ずっと一日過ごしておられたらっていうことになると、余計にね、そのご本人さんにとっては良くないことになってしまうんで、だから、あの、そのケアとかリハビリテーションは、まあ、当然ですけれども、継続するっていうのが二つ目に書いてあります。で、三つ目ですね。三つ目はですね、 ま、これはちょっと医療者視点ですけれども、医療介護者視点ですけれども、転倒についてあらかじめ入所者、家族の理解を得るっていうことで、えっ、ー、と、転倒は老年症候群の一つであるということをあらかじめ施設の職員と入所者やその家族など関係者の間で共有することは望ましいっていうふうに書いてあります。で、これですね、ここで初めてね、老年症候群っていうのが出てきましたけれども、老年症候群って聞いたことある 方もも多いいかもしれないですけどその次のページですね。えっ、ー、と、4ページ目かな。pdf で言うと6ページ目に、図に、 老年症候群っていうのが書いてあって、これね、非常にイーズなんで、あの、ぜひ見ていただけたらと思うんですけれども、老年症候群ってね、本当にいろんなものがあるんです。えっ、ー、と、まあ、脱水とか便秘とかですね、ふらつきとか、えっ、ー、と、まあ、精神症状としてうつとかもありますし、認知機能障害とか、まあ、いろいろあるんですけれども、そのうちの一つにテントがあって、ただテントの背景にももう本当にね、いろんなもの。 えー、例えば、お薬の副作用とかですね、えっ、ー、と、サルコペニアっていうのもあったりとか、あと、痛みがあったりとか、えー、平行の感覚の異常があったりとか、まあ、いろいろありますよね。まあ、そういうのを背景として、テントが起こるんだっていうことになっていて、まあ、この辺の話はですね、あの、入症時、あるいは入院時に、えー、まあ、 共有するっていうことは大事かなというふうに思います。これはね、もう私も以前の施設であれば、もうほぼ全ては簡んにやってましたね。はい。で、まあもちろんその、説明したから面積されるっていうわけではないんですけれども、でも可能性としては十分あり得ますし、まあそれに対する対策ですね。もうこちらでもやりますというお話は、まあ必ずするっていう感じですね。 で、えぇ、ー、四つ目のステートメントですね。四つ目は、えー、転倒予防策と発生時対策を講じ、その定期的な見直しを図るということで、えー、施設は転倒予防策に加えて、転倒発生時の適切な対応手順を整備し、職員に周知するとと,ともに、入所者やその家族などの関係者にあらかじめ説明するべきである。また、現段階で介護施設において推奨される対策として、標準的なものはないが、科学的エビデンス、確保、医学、 医療に関する信頼性の高い研究成果に基づく科学的事実や技術は進歩を続けており、施設における対策や手順を定期的に見直し、転倒予防に努める必要があるっていうことになっていて、まあこれは本当におっしゃる通りですっていう感じですね。だから、あの、どの施設でもですね、まあ、あのー、それなりにその転倒転落予防にはあ対策しています。で、まあ、ちょうどね、この、おー、冊子のですね、えっと、どこだったかな。 えっと、終わりの方ですね。この10、えー、っと、PDF で言うと13ページかな。えー、っと、この、あれで行くと11ページのところとかですね。ここら辺に、えー、っと、共有すべき情報などとかっていうのが書いてあって、こういうのをね、共有したりとかですね。あとは実際に、えー、っと、まあ、起ってはいけないんですけども、転倒転落が発生した時のね、対応手順例みたいな資料にっていうのに書いてあったりしますけれども、こういうね、あの、ちゃんとこう、フローシート。 みたいのができてますので、あの、この辺をね、えー、知っておいていただけたらいいかなというふうに思って、今日はご紹介させていただきました。まあ、なかなかね、この、本当にね、高齢の方のね、施設入所とか、あの、入院もそうですけれども、すごいね、増えてるんで、まあ、我々としてもね、まあ、極力、転倒転落をね、少なくしたいっていう思いはあるんですけれども、ただ、やっぱりね、まあ、現状としては、あの、起こってしまう っているのが現実で、まあこの辺はね、あのちょっと共通理解も必要かなというふうには思いますね。はい。ということで、今日も幸せな心してありますように。お相手は内海の竹でした。興味津々。